はい、ですね、本日は第2回ハードベイトミーティングということでですね、朝からたくさんの方に来ていただいてます。どうですね、はい、すみません。ただ、池と水路の境に橋があります。橋から池側に立って水路側に投げるの、キーパーサイズなしです。5ミリから受け付けますんで基本ハードルアーなんですけど、バズベイト、チャター系、チキンアベイト、この3つに関してはトレーラーでワーム使ってもらっても大丈夫です。あとまあライフジャケットを必ずこれにつけてもらって、はい、安全第一でよろしくお願いします。おはようございます。で岡田部がちょっと釣りすぎということで、前回僕釣りしなかったんですが、押しなかったの？そうなんです、ガチでやります。ガチでやります。ガチでやります、まあ、あの釣りの本質を持った大会にしたいので、あ、そうです。釣りの集まりを大会にしてくれるんです。うん、はい、了解です。また、はい、僕と岡さんで釣果をほじくり合う時間が後に来ますので、いいね、はい、はい、よろしくお願いします。岡さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにジャックから松田ゆきくんも来てますので、彼もゆきも参加する？僕も参加させていただきます。釣りをする手伝ってもらいます感じなんで、皆さん負けねえぞ、まあ、こういうバトルもありますんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあ1時にここに集合ということで、光らないように、くれぐれも落ちないようにしてください。大人なんでね、皆さんまだまだじゃあゆうきくんが大きい声でスタートって言ってくれますんでいいですか？いいですよ。じゃあいきます。よーい、スタート。かわいい、かわいい。今からちょっとあのカメラの前にですね、うん、加算賞っていうのをいただくためにですね、はいはいはい、ピタリ賞っていうのを、ああ全然、うん、この目の前のカメラにちょっとちっちゃめの声で、釣れると予想されるルアーとサイズ、うん、ピタリじゃなかったらニアミスの人、うん、一番ニアミスの人に、おお、なるほど。じゃあまあ俺も今日さっきそこ今回初めて来ました、ここのフィールド、はい、で見たらやっぱバイブレーションだけだけど、バイブレーションですね。まあそんな中でも、はい、まあやっぱりブースト投げようと思って、はい、なんでブーストブーストですね、はい、35センチ、はい、レベル5ブーストで35センチ、じゃあそしたら水野はですね、水野ショットですね、はい、TM でいきます。 TM ですか？ TM についてる人いっぱいいたよ。置きに行きました。置きに行ったね。いや間違いないよ。で28センチ、あそういう感じなの。サイズ感がわからないから、まあでも全然ニアミスなんで、そうですね、大丈夫です。サイズは大丈夫です。ミスは28センチ、お母さんはブーストで35センチ、はい、近しい人、ルアーが一緒でサイズは近しい人に、よし、 OK、 はい、 OK、 プレゼント、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあお母さん負けませんからね、行くよ今からもうみんな行ってるじゃんそう、出遅れましたね行ってきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、今日はですね、特別ゲストで、レロジャパンの岡さんに、はい、昨日イベントで一緒だったんですけど、そのまま残ってくださって、もうありがたいことにこんな個人のね、大会に、ゲストで来てくださるということで、朝から参加いただいてます。ありがとうございます本当にね。さあ、そんな岡さんが釣りをされてるということでですね、まあ、今回第1回は僕釣りしなかったんですけど、見回りしただけだったんですけど、今回は釣りしようと思います。2時間、まあ、ちょっと、商品のね後で分けなきゃいけないんで、振り分けとかもね、いただいてる ご協賛品も、振り分けなきゃいけないんで、まあ、11時ぐらいに戻っていこうということで、現在今9時でございます。なので2時間釣りをするという感じになります。まあ結果発表も含めてね、またお伝えしようと思いますので、この後、引き続きご覧ください。それでは行ってまいります。2時間勝負、これだ。釣れてますか？釣れた？
マジ？何で釣れたの？マジ？サイズ分かる？全然いいじゃん。素晴らしいね。っていうかでも人いるな。どこが空いてるんだ。空いてる場所がない。今さっきこそっとね、牛池で一匹釣れましたっていう話も聞いてるし、っていうか俺が行くわし、聞いてるし、なんなら今ここで釣れてるっていう、少なくとも2本釣れてるっていうね。よし、行きましょう。見て、まさか釣れました？結構いいっすか？素晴らしい。そのまま。素晴らしい。TN です。はい、 TN60 サイレントです。サイレントね、ちょっとこれでいきます。もう何も考えずに巻く、とにかく巻く。だいぶきつい色してるもんね今。見てこの水の色、映るかな、わかんない。この茶系の濁りですよ、この感じ。茶色なんですよ今ね。こういう濁りをしてるんですね今現状。ちょっとルアー変えますわ。でこれも羽とかあるんですけど、もう関係ない。押し込んじゃう B 型スタイル。これ、まあ、こんな感じでちょっとトレーラー服つけます。これ基本的に。マジ素晴らしい。木村さん、バス持ってこっちください、カメラに。すげえ。オッケー、サイズ測りましょう。すげえ、マジ楽しいね本当に。いやー素晴らしいね。一応この状態ですね、はい。でこうさ泳がすとさ、こんな感じ、わかります。素晴らしい。2匹折ったら40センチ。いいでしょうか。ちょっとアピールの強いスイムジグみたいなね感じ。そのサイズが普通に食うからすごいよね。あんまり冷えてないでしょ多分ね。まだまだ魚にとっては十分適用範囲みたいな。ゆっくり巻いてくるわけですよ。あまりボトムから離さないように。だ一点ずっと巻きすぎちゃうと上がってきちゃうから、ボトムを感じながら、たまにボトムの地形に沿ってこう巻いてくるみたいですね。ちょっと行こうかな。外でやれるところ探した方が早いかな。いなくなった。三番。さあ、ここは水野の桟橋。一番落ち着くところ。なんと開いてましたね、しかも。そうだね、こっち目は全然開いてんな割と。1人2人、
浮いてくるからね。今日ベイト1本しか持ってこなかったから、これですね。ブレードはこうなってシルバーとホワイトのハーフ、これですね。4分の1オンスですね、まあ、軽いやつで。本当はねスピニングの方が飛距離飛ぶからスピニング持ってこればよかったと思って、まあでもいいや。でも飛ぶね。で楽に。一回止めようか、そこで。うわ、来た来た来た、待って、来た来た来た、マジで来た。来た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 、よっしゃよっしゃ来たね。えやっさあ、ふっ、さあ、さあ、うら、きた、やばい、しゃ、でか、うわ、やったね、耐えてすぐ、ごめんね、一回切って解説しようと思ったら、腹筋蒸しちゃった、しゃ。ノーカウントですね、ごめんなさい。柄にもなくね、叫んじゃいましたけど、この声が届く範囲にいっぱい参加者の方いるんですよ。多分みんなバスだと絶対思ってるから100% バスだと思ってるし、しかもネット入れてるからそこそこのサイズだとね。船とか鯉っていうのは冬魚食性がちょっと高くなるかなこれね、結構フラッシング要素あるやつはね結構効くんですよ。まあ何の説得力もないんですけど、はい、ちょっともう一回いきます。でこの狙いとしては何を僕がしたかったかというと、スピナーベイトも良かったんですけど、ちょっとやっぱ水がクリアアップしてるからシルエット的にちょっともうちょっとコンパクトの方がいいかなっていう感じがしました。ちょっと風とかあったらまた別なんですけど、風ないから、これ風がないからコンパクトなものでやった方がいいかなと思いつつ、で、あと今リフトアンドホールしてるんですけど、冬の低水温機のボトムにこう溜まったやつをこうリアクションで絡めとるっていうよりかは、持ち上げる幅は実は僕今高くしてて、でこう実はこのタイミングって魚結構プッと浮きやすいんですよね。そのレンジに少しでもルアーを長く見せれるような感じ、高さを出してブレードのパワーでフラ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 って、こうバイブレーションだと上げれるは上げれるんだけど、落ちるとき結構、まあ、芸がないというか、うん、こうちょっと滞空時間を長く持たせるためのデラック、大きく上げてテンションフォール、大きく上げてテンションフォール、そうするとこの時間帯によって魚がキュッと上ずるから、そのわずったやつの目の前をこう通してホールで食わすイメージですね。お、これはこれはどう、やっちゃった、でよかった。おお、嘘、マジ、マジ、はい、沈んじゃいました。え、どこで、あの、釣ったところで。あ、ていうか待って、対岸にいたの、そうなの、
まさか釣れました？素晴らしい素晴らしい。ガサガサしてたら僕です。あ、そういうこと、はい、で、スモソンしてたんや。スモソンしました。あ、マジで来た来た来た。 OKOK。 よっしゃしゃしゃ、リミットも行くね。さっき40アップで来たね。これはいったっしょ。ふっふっしょ、浮いてきたね。今ちょっと早巻きにしたら食ったね。ボトム取ってね、バッと速いところ、レンジ浮いたバスを、さっきはこう滞空時間長いリフターのホールめっちゃ持ち上げてカーブホール、今度は違う、ちょっと浅い方投げたから、浅い方はじゃあどうするかというと、こう落とし潮が作れないから、もうこういう時は早く巻いちゃえってね、バッと早く巻いた。グッと釣れるっしょ。デラックね。ふぅ、食うでしょ。で、スピナーベイトからデラックに変えたっていうのもちゃんとこれでね、でバイブレーションのちょっと速さが出るし、動きも強いと。で、今クリアップしてる中で、でも滞空時間長く巻いたりカーブホールしたりフラッシング要素あったりっていう、だからそういう芸が効くのがやっぱデラクなんですよ。パスいた、見てるよ、結構大きい見えますよ。よし、うわっうわ、マジ？よし、うわ。うわ、マジ？マジ？マジ？でかかったよ、今。見てよな、テルジ、今。カメラ越しには見えなかったけど。うわ。うわ。え、普通に40度あったよね、今。浮いてくんのよ。岸際とかに結構いるかもしれないから、岸際、うん、しっかり通しとこう。まあ冷え込みましたが、秋ですバリバリ秋ですよ。人間だけ寒いの、よっぽど合ってるよ。よっぽどだからリアクションじゃないといかないみたいな感じになってるね。むしろハードブイトね、今回は都合がいいかも。この冷えはそんな感じなんですよ。ハードウェイトが効くときってね、ワームじゃ実はいかなかったり、ワームでもこうちょっとこうピピッとこう逃がしたりね。あ、暴れた、マジマジマジなるんだよ。だからな、こんなんでしたなあ、今のも浅いとこにいんだからな。ボケっと浮いてるやつに対してさ、ワームはさ、ワームよりもこっちの方が分がいいから、今現状絶対。でももう間違いないね、もうこのやっぱレンジが変わった魚に対してコンパクトでフラッシング持ったものが絶対今効いてる。見て、あそこ体幹めちゃ出してる。今から測るんじゃない？多分今測ってんじゃないかな。マジマジ、まあ2時間ね、9時ぐらいから今11時なんですけど、まあ、帰宅自体はね13時なんでまだ2時間あるんですが、ここから僕自身は、協賛品のねちょっといろいろ振り分けたりしなきゃいけないんでね、戻ろうと思います。冷えって本当ネガティブな要素として捉えるんじゃなくって、冷えたら冷えたでこうやってこう浮き立ってくるルアーっていうのがあるんでね、
はい、あとは参加いただいている皆さんがどんな感じで釣ってくるかっていうのをね、拝見させてもらって、そしてまた考察にね、つなげていきたいと思います。ということで一旦戻ります。前回のですねビッグフィッシュの、はい、長井さんなんですけど、前回 TN48 釣りですね、今回も素晴らしい魚をね、持ち込んでおります。はい、42番ボーズです。ゼロ、はい、お疲れ様です。23番、はい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 、めちゃめちゃいい魚。そう、いるんだね今日ね。54番ね、54番ね、アイドルね、アイドル。54番どうだった？2本ベイトで2本、ベイトで2本。じゃあ1本目見して。1本目クランクで、クランクでライトすごいじゃん。いいよ、食べて、食べていいよ、食べて、うん、ライトありがとう。はい、ありがとうございます、すいません。これはどこでどんな釣りだったんですか？牛池。うわ、来てる、マジ。いや、来てる、森さん。これルアーは、ルアーはレベルバイブースト。レベルバイブースト、何グラムですか？多分7グラム。オッケーオッケーオッケー、はい、どうですか、持ってる。これどこで釣ったんですか？深浜橋の下流のワンダス。大江川だ。何で釣ったんですか？ソウルシャットです。おー、牛池です。ルアーはデラク。うわ、マジで。そこの周りで、あのレイダウンって、あの南側のレイダウンちゃうか。そこにある。ああ、すぐそこ、はい、うんうんうん、ブレイクで。へえー、入ったっす。入った、はい、足場だった。対岸から見ててどうやってランディングするんだろうなと思ったら、躊躇なく、いや、バカ入ったの？入ったっす。マジ、はい、マジセルフ全裸オープンしてたんやマジで。さあ、お疲れ様でした、ありがとうございました。暑い中、予想通りよく釣れてると思います。はい、まあ昨日ね、中津川の方はなんか雪降ったとかもあったみたいだし、まあまあ寒波が来たですけど、あんまり関係ないかなっていうのは正直なところで、むしろ寒波が来てハードルアーでやってた方が今日はそういう日だったかなっていうイメージ。実質記録としては55人分取ってるんですけど、36本、まあ人数も多くなってるんですけど、多分話聞く中で入れ替えた人もいるし、まあバラしたりとかね、チャンスあったみたいな人も圧倒的に今日のが多いんで、よく冷えた方が実は釣れるっていうのは多分よく皆さんも分かっていただけたかなと思います。必ずしもあったかいから釣れるってわけではないと。それがハードルワンのいいとこなんで、まあ結果を、発表していこうと思います。5位から発表していきます。5位、河合優也くん43番、31.5cm と 21cm で 52.5cm。 はい、ありがとうございます。河合くんはソウルシャットの SR で 31.5 と、レベルバイブーストで、21cm を釣ってますという。4位が黒田さん、お父さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。サイズがですね 32.5cm と、23cm で、55.5cm。 はい、 55.5cm で2匹で4位。じゃあここから賞、があります。3位、 20.5cm と 38.5cm、2匹トータル 59cm で、前回のチャンピオンシュート、どこ行った、おめでとう、シュート出した、はい、強いな。ルアーショップ安藤さんでアルバイトしてます、彼は。はい、いきますね。2位の方、まあ、これ本人はねよく分かってると思うんですが、2位の方は 29.5cm と 35cm、 トータルで 64.5cm。 鶴見のりちゃん、はい、はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。
前後した。いや、不妙です。はい、じゃあ第2回ハードベイトミーティング栄えある1位を発表したいと思います。32.5cm と 32.5cm と 38.5cm、合計が大台突破 71cm。 森さん、おめでとうございます。いや練習してたもんね。うん、そうそう、すごい。バカみたいになってましたね。すごい。あの、こわもてですが、めちゃくちゃいい人です。余計なことかもしれないけど。じゃあ、まず森さん。はい。どこで、まずやってましたか。牛池ですね。牛池がメイン。はい、で、釣れたルアー。はい。メガバスの X の7班です、ね。メガバスさんの、X75、はい、だから細身の、ショートリップの、サスペンドミノ、はい、でそれをどう投げてどうさばいてなるべく遠くから投げて沖まで行って、はい、でガーッと巻いてきてなるべく潜らせてですか。はいはいはい、潜りにもう一番潜ったところぐらいで、はい、大体ジャークしていくんです。そのジャークするタイミングっていうのは、はい、多分沖に投げたら手前にブレイクがあると思うんですけど、 そのブレイク付近でこうなるだけ近づけて仕掛けるような感じで、はい、沖に投げます。なんかブレイクまで来るまで巻きます。巻くのは、まあ、沈めるっていう、そうですね、はい、潜らせるっていうので、はい、ある程度、はい、そういうことですね、はい、潜らせてブレイク付近でスイッチとかジャークとか、ね、そうそこでスイッチ。ちなみにミノーで釣ってた、ま、あのあれラッキーでミノーで釣ってた方いましたよね。あれも50ミリぐらいのサスペンドミノーでしたよね。そうです。でヨット池で4本釣ってたんですよね。はい、はい、っていう感じで多分わかんないですけど、この天気なんで魚多分8時間に浮くと思うんですよ。多分浮いた魚をチャッチャチャッチャやるにはいいのかなっていうね感じは、ありましたが、ということで改めて皆さん拍手でお願いします。おめでとうございます。そしてじゃあ2ののりちゃん、2匹で 64.5cm、 だから 29.5 と 35cm、はい、これはどこで。両方ヨット池。ヨット池、はい、はい、で1匹目の 29.5cm は釣ったのは、はい、開始して1時間以内ぐらいです。うんうんうん。BN の38。あ、続けてください。38をどうした、はい、どうしたら釣れましたか。それを、まあ、極力ブレイクが岸から近いエリア入って、まあ、その周辺を結構丁寧に。うん。2匹目これ大きい35cm はヨット池。もうヨット池で。ルアーは。BN38。それもリフトアンドポール。リフトアンドポール。1匹目と同じ場所ではない。よりちょっと横ずれたんですけど。なるほど。南面でやってたもんね。こっち側ね。そうだね。はい、その35センチな何時ぐらいですか。が12時半ぐらいですか。結構ギリギリ滑り込んだ感じですね。ありがとうございます。じゃあ TN38 でリミットメイク 64.5cm2 位の、鶴見のりちゃんでした。拍手お願いします。そして3位はチャンプすごいな。シュート、じゃあどこで今日は釣ってたの。釣った魚全部牛池で。今日も牛池。はい、はい、始まって1時間ちょっとぐらいでデラックのリフトアンドポールで、はい、30.5 1時間で、はいはいはい、その後はちょっと苦戦したんですけど、うん、暖かくなってきたタイミングでホットミルスピンで得意なやつだね、はい、それもリフトアンドポール。それは競争というかマイクカウントして巻く感じで。ああ、なるほど。じゃあ、中層とか、はい、まあ、ボトムがっつりではない感じで、はい、2匹だけだった。あと、もう1本ホットミルスピンで同じような魚を釣った、うん、なるほど。3本、はい、3本釣って、だから 20.5cm と、デラックで 38.5cm、合計が 59cm。 はい、ディフェンディングチャンピオン今回3位でした。はい、シュート君に拍手お願いします。ありがとうございます。僕と岡さんから、はい、じゃあまずこれを20球ありますんで、はい、はいはいはい、すいません、はい、おめでとうございます。ちょっと今回ちょっとお母さんからもですね、レッドジャパンさんからもちょっと、ご協賛いただいてますんで、いいですか、これも、ここで、あの、
このまま授与していただきまして、はいはい、冬物セットと手形です。はい、やってください。ありがとうございます。で、Gクラックさんの帽子もある。あ、これコーナーでできます。Gクラックさんの帽子と、はい、おめでとうございます。帽子の邪魔にならないところにいろいろセット、はい、いろいろセットです、はい、はい、おめでとうございます。じゃあ、石黒さんのこれね、これ人気のやつと、ジクラックさんありがとうございます。はい、そして赤ちゃんから、はい、ジャパンさんいただきます。はい、はい、はい、ジャッカルさんありがとうございますということで、はい、まあ、ジャッカルのね、浅いところで使えるアイテムをちょっとまとめさせてもらいました。あと石黒さんからの、バケットですね。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今もじゃあまた、はい、ジャッパー2本、そのうちのサイズのいい方の方にビックリッシュをあげます。 45.5cm、 ゆうし君、はい、おめでとう。ちなみに A ちゃんは42やったね、惜しかったよね。はい、はい、45.5cm、 これはあ、デラクで釣ってんのよね。これ牛池で釣ったの？牛池です。巻いて釣った感じ？あ、リフトアンのホールで、リフトアンの沖に投げてリフトアンのホールでなんかブレイクで食った感じ。45.5cm ということで、ビッグミッションがゆうし君です。おめでとうございます。はい、そしたらですね、我々のショーを先に、キッズショー、レディーショーもあるんですが、あ、先にちょっと発表させていただきます。まず、今日来てくださった岡さん賞ということで、ご協賛もあるんですが、岡さんが皆さんがスタートした後に何て言いました？岡さんはブーストで35センチ、近しい人、我々が一緒でサイズは近しい人に、岡さんの賞を、はい、プレゼントします。はい、よろしくお願いします。お願いします。35はいなかったね。35は、いなかったですね。なかった。そうですね、はい、ニアーミス、ニアーピン賞、はい、うん、近い人の賞になります。だいぶ遠いけどね。そうですよね。そうでしたね、はい、まあただ、はい、いやでも素晴らしい、2匹釣ってくれてる。2匹ともでメイクしてますから、はい、7g のレベル5ブーストで、リミットメイクして、近くはないけど一番近かった 22.5cm、うん、はい、はい、を釣られた園田さん14番、はい、前にいらしてください。あるよ。じゃあブーストで釣ってくれたから、はい、ブースト全ウェイトと、うわ、まあ、もろもろ、ちょっと待って、あ、分かんない、俺ちょっと一枚俺先に来たもんな。どうぞすいません、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ3、2、1、はい、急遽追加させていただきました、かなり多めに追加させていただいております。29.5cm、 本日2位の鶴見のりちゃん、はい、おめでとうございます。まあ、なんかすいません、入賞してたんでいろいろ考えたんですが、はい、ただまあ公言してるんで、はい、ここはもうそんな刺さってもノークレームのりちゃんで、はい、お願いします。これこんないっぱい嬉しいです、はい、また使ってください。ありがとうございます、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どんどんいきますね、そしたら今日頑張ってくれた、キッズが4人います。その中でまずですよ、キッズ4人の中で1人立派な超過を上げてます。23cm と 21.5cm で、しかもリミットライクまでしてるという、44.5cm を釣った黒田ライト君、来てください。おめでとう。はい、ちょっと待ってね。かわいいな、お前はかわいいな。バックラッシュさんからパズルですね、バックラッシュさんオリジナルのバス釣りのパズルです。これ買っちゃったらちょっとやろうか今日ね。はい、おめでとうございます。はい、まずこれと、ジャッカルからワームです。これをまず、はい、これ落とさないようにね、持っててね、いただいてますんで、これを全部持って帰ってください。いいですか？いい？はい、持てるかな、大丈夫？はい、じゃあライト君おめでとうございます。あ、これ、はい、おめでとう。はい、なんだろう、これもコンポタだよね、コンポタ人気だね、やっぱ、うん、はい、3人今日頑張ってくれたんで、皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。レディースの方が、見えます。レディースは多分2名だと思うんですが、うち1名釣られてます。
17センチと 21.5 センチで実はリミットメイクされています。6番のまずじゃあ早川さん来てください。はい、お願いします。おめでとうございます。はい、赤字市役所の前にある本店ブローさんの、ランチ券をいただいているので、まずこれを読み取ってもらいます。イナキンってご存知ですか？あの中華料理、皆さん知ってますか？昼飯中華食いたいなってなったらこの辺の水系だともう一択しかないです。イナキンさんしかないんで、この割引券をいただいてますんで、もしよかったら釣りの際にまた使ってください。2本リミットメイクおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本店ブローさんからいただいてるんで、もしよかったら、はい、また感じてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず今回ちょっとご協賛を、新たにいただいてますアルカスさん、中鉢くんちょっといいですか、に、ツインボールベアリング交換チケットっていうのを5枚いただいてます。はい、返礼釣りさせてもらってるアルカスの中鉢と申します。はい、よろしくお願いします。さあ、この5枚いただいたツインボールベアリング交換チケットっていうのは、はい、どんなどういうカスタムというか。そうですね、まあ、皆さんお持ちのリール大和島の、アブもですね、もろもろあると思うんですけど、はい、その中に入ってるベアリング、スプール周りのベアリングですねを変える、アイテムを、アルカスの方から出させてもらってて、はい、それの交換券になります。まあ、かなり高回転になるんで、とにかくおかっぱりでやっとるとピッチングする場面、うん、この辺大江戸さんだと多いと思うんですけど、すごい楽になるんで、うん、まあ、とにかくその辺だと この辺で釣りすると特に一番生きてくるのはその辺かなと思います。ベイトリールになるよね。そうです、ベイトリールです、ね、はい、なんか皆さんのお持ちのベイトリールのベアリングを交換するという形で、はい、いきます。最初はグー、じゃんけんほい。ペットボトル、なんかまあ夏とかだとペットボトルこの辺にぶら下げられるようなアイテムを全員分今回アルカスから、ご協賛いただいてますので、はい、まあ、参加賞としてもらっていただいたら嬉しいです。じゃあ1人行ってください、終わったらね。はい、ということでアルカス中和くん、中和くん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうしましょう、痩せるわなんかクランクとかいっぱいあります。1人がいいか、1個、なんか15人が1個ずつがいいか、1人で全部持って帰りたいよっていう人うわマジ、15分の1がいい人あ、でもやっぱそっちですよねじゃあ15人いきましょう。じゃあまずこれからいこうかな。はい、デカダッチ、じゃあ2名いきましょう。じゃあ勝った人だけでお願いします。はい分けて、はい、分けてもらって、お父さんもね、はい、どうぞ。あ、じゃあ行きます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いっぱい、やめよ、普通にしようぜ、普通にしようぜどんなキャラやろ